JR では東京や大阪を大都市近郊区間と定めており、この区間内だけを利用するときはどのような経路で乗っても運賃は一番安い料金で計算されます。それを利用して鉄道オタクは大回り乗車というものを発明しました。例えば新大阪から大阪へ向かう際、普通はまっすぐそのまま大阪へ行きますが、鉄オタは違います。大回り乗車とはわざわざ湖西線に乗って琵琶湖を望み、琵琶湖をぐるっと一周した後は三重や奈良の山の奥地へ、そして和歌山へ抜けると大阪環状線へ合流し、いちいち遠回りをしてから目的地へと向かう乗り方のことを言います。今回は先ほど申し上げたルートを使い、わずか140円で兵庫以外の関西をぐるっと迂回してきましたので、ぜひこの動画を最後までお楽しみください。それではよろしくお願いします。おはようございます。僕今千里丘駅にいるんですけども、今からねお隣の岸辺駅に行きたいんですよ。今日はね大変暇なので、こちらの切符を使ってぐるっと遠回りをしてから隣の岸辺駅に行きたいと思います。というわけで高槻駅に到着いたしました。そして新快速で京都駅にやってまいりました。あまりにもねちょっと通勤ラッシュだったんで車内で撮れなかったんですけれども、こちら京都駅ですね。京都タワーがちょっと見えますけれども、僕はね改札の外に出ることはできないんですね。ではね、ここのパン屋さんで朝のパンを調達したいと思います。パンも買ったので、こちらの8時19分発新快速の湖西線経由敦賀駅に乗り込みます。この電車の旅の最初の目的はですね、この朝の琵琶湖の景色が眺めたかったっていうのがありまして、この湖西線経由でね近江塩津に向かってるんですけれども、綺麗な景色見ながらですね、通勤ラッシュっていうのもね途中の駅からなくなりまして、僕もねこんな感じで座れるようになりました。途中はねこんなサンダーバードの通過のシーンなんかもあったりね、大迫力だったんですけれども、わずか140円の切符でこんなにね遠いところ、目的地から離れたところまで行ってしまっているっていうね、かなりスリルを感じながらだったんですけれども、それがたまらなかったですね。というわけでこちらがね乗り換え地点でございます、近江塩津でございます。ここでね北陸線に乗り換えたいと思います。ということで京都から新快速に乗って近江塩津という駅に来たので、こちらでですねなんか待合室的な、通路にね椅子が置いてあるみたいな、待合室もないか、ここでですね買ってきたパンを食べたいと思います。でね、パン食べ終わったんですけれども、いやちょっとこの僕が手に入るところはこの1番2番の待合コーナーなんですけど、さっきあの首にね虫が乗ってきて、なんか謎の緑の虫だったね、まあなんとか緑だったらセーフって感じ、まあ緑だったらセーフとかもないか、アウトなんですけど、ちょっとねこう感じ屋根があってこう閉鎖されてるからすごく蒸し暑くてですね、で僕が乗るね列車は4番乗り場にね行くので、この1番2番乗り場ではないんでね、こう人がいない状態でねこう取れてるわけですけど、この3番ね4番乗り場の方に行くにはこの階段をね降りる必要があるという、これ動画で伝わるかな、動画で伝わるかなって YouTuber よく言いがちだと思うんですけど、本当にねまさにそうで、すごく角度の急な長いね下り坂の階段を、降りて、そしてここねまた向こうのねホームですけど、あっちにね登っていかなければならないという過酷な駅でございます。多分ね僕はあれに乗っていくんですけど、今ねホームに入線しようとしてますが、そうですね10時6分の舞原行き、じゃあ姫路行きかに乗ってですね舞原方面に戻ります。北陸線に乗り換えというわけでございます。でこのね通路がすごく地下なので寒い、涼しい、多分冬は豪雪地帯なんでね、この辺とかすごい雪とかもえぐそうなんですけど、こちらね登っていきたいと思います。こちらの近江塩津駅からですね米原方面へ行って草津で乗り換えたいというふうに思います。こちらはね姫路行きなんですけれども、まあ、僕は千里丘とか京都方面から来ましたので、この姫路行きの列車で、ね、寝過ごしてしまうと姫路まで行ってしまうじゃないですか。これはね大回り乗車のルールとして同じ駅を二度通ってはならないっていうことがありますので、これは何としてもね寝過ごしとか避けなければならないっていうね、同じ駅を二度通らないためにもですねしっかり乗り換えなければならない、大回りをしなければならないということでございます。はい、というわけでこちら米原駅にね着いてる瞬間なんですけれども、このね米原駅で列車の連結をしておりますのでね、まあ、すごくゆっくり入っていきましたね。で JR 西日本と JR 東海が交わる地域ね駅なので、まあ、こんな感じでいろんな列車が止まってたりとか、まあ、新幹線とかもね見えました。新幹線もね米原駅ありますので、そのホームも見えながらでございましたけれども、まあ、もう一つ見えるのはこの彦根城ですね。米原駅を出発しましたら彦根市通りますので、この国宝の彦根城がこの家々のね屋根屋根の隙間からですね見えます。隙間隙間って言葉ないと思いますけど、このねちょっと彦根城のシーンをね皆さんにちょっと見てもらいたいと思うんですけど、民家の
のね、この屋根の隙間からこう彦根城が見えるっていうね、身を凝らして見ていただくと、こう彦根城に行く手間というかね、それが省けますので、まあ、いちいち彦根駅にね降りるのはめんどくさいという方はね、この列車の車窓から見えるんでね、身を凝らしていただければなというふうに思います。というわけで草津駅に到着いたしました。というわけでここは草津駅です。滋賀県なんですけれども、今からねこの草津のセブンイレブンで昼飯を調達したらですね、三重県の方に向かっていきたいと思います。これからねこの草津線というところで杉江というところを目指すんですけれども、改札からね出られない僕にとってはですね、この草津の駅がですね最後のコンビニがある駅だったということで、まあ、駅構内でね、済ませられるものは全部済ませまして列車に乗り込みたいと思います。まあ、この草津からですね、先ほど通った千両下から京都までのルートを踏まずに行く方法というのはね、草津線で乗り換えるしか方法がございませんので、この草津で乗り換えてですね三重県の方面へ足を進めることにしました。まあ、足は進めずにねほとんど電車が進んでくれてるんでね、こうちょっと表現が難しいところなんですけど、でまた電車って言うとまた表現が難しいんで、これまたね後ほど言います。というわけでこちら杉江駅に到着いたしました。これからですねこちらの関西本線の鴨駅にね乗り換えて、再び京都方面に戻ります。こちらの杉江駅はねすでに三重県ですので忍者の国ということで、こんな感じでですね駅の階段なんかにね装飾がございます。なかなかね面白そうな駅なんですけれども、乗り換え時間ね4分と短いですので、まあ、早めにね行かなければなりません。こちらのねラッピングですか、鴨駅というところでございます。こちらに乗り込みたいと思います。電車の旅とか言ってますけど、僕が今乗ってるのは電車ではなくディーゼル車と言われてるものでですね、こちらはガソリンでエンジンを動かしてるんでね、普通の車みたいな感じでね電気を使わずに石油を積み込んでガソリンで動かしてるね、僕はそんな感じのねディーゼル車と呼ばれてるものに今乗ってます。というわけで京都府にまた戻ってまいりました。こちら鴨駅でございます。こちらの鴨駅からですね、再びまた電車に乗りましてですね奈良の方面に向かいたいと思います。ということで、もうね大阪の文字が見えてきたんで、ここはさすがにね電覚館ですので電車でございますが、まあねもうこのまま大阪に帰ってもいいんですけども、そんな生ぬるいことはせずね、せっかくの大回り乗車ですね、とことん大回りというわけでですね、まあ、奈良に経由してですねわざわざまた遠回りをしていきたいというふうに思います。はい、ということで3駅ぐらいですね奈良に到着いたしました。奈良もね魅力ある街ですけど、ちょっと降りることはできないっていうね、僕は改札の中にいるしかないということで、ここでまた乗り換えて今度はですね和歌山方面に向かいたいと思います。はい、ウェルカムトゥ奈良ということでですね、これ何でしたっけ、奈良の千斗くんか、そう千斗くんのこういうフィギュアなんかもあったりするんですけれども、これでまあ奈良を感じるだけでですね、今からはこの万葉まほろば線と言われている、まあ、ローカル鉄道ローカル線にですね乗り換えでございます。まあ、同じ JR なんでねこれで乗り換えることもできます。もうこれ7時間ぐらいねずっと列車に乗ってるわけですけども、今のところそんなにきついって感じはしないですね。冷房も効いてますし、外はね相変わらず30度超えてるんで、まあ、この冷房の効いた車内でゆっくりできるっていうのは本当にね JR に頭が上がらないです。ありがとうございます。さっき乗ってたねディーゼル車もそうですけど、この辺りからですねワンマン列車と言われている、まあ先頭車両に運賃箱があってバスみたいな感じでね車掌さんに運賃を支払うみたいなね、そんな感じの路線になってきてですね、もうこの140円の切符を僕は持ってるわけですから、すごくスリルでね、もし検察が来たらどうしようと思ってたんですけどもね、なんとかここは突破することができました。ということで高田駅に到着いたしました。ここもねまだ奈良県でございます。はい、和歌山線のね駅なんですけれども、和歌山に向かって今乗っている最中ですね。この左のね電車で来たんですけども、今からねこっちの右の電車で再び和歌山の方に目指します。ここでね少し乗り換えに時間がありましたので、駅のホームのベンチでね座って、滋賀県の草津のねセブンイレブンで買いました和風のちゃんぽんねいただきたいというふうに思います。ではねこちらの1日の2分の1の野菜が取れるというちゃんぽんをいただきたいと思います。滋賀県のね小麦を使っているということでね、滋賀県も通りましたんで、てかなんなら一周したからね琵琶湖。いただきます。うまい。あんまちょっとお腹空くのがね遅かったの、まあ午後3時ぐらいなんですけど
ちょっと遅めの昼食です。電車内で食べてもいいんですけど、ちょっと気まずいんでね、こういう駅のところ外で食べたいと思います。ちょっとやっぱ匂いとかも気になるんで。そしてね、飲んでるお茶は宇治茶ということで、京都ね本日通りましたけれども、そんな地産地消をしまくってる寺院でございます。車内での楽しみ方はね人それぞれあると思うんですけれども、まあ、僕はちょっとお昼ご飯食べた後に眠くなったんでね、こんな感じで仮眠を取りながら、まあ、時折ねなんか駅名が聞こえてきたら目を開けて車窓を眺めてみたりとかしてたんですけども、この吉野口という駅でですね、近鉄とね乗り入れというか近鉄とね乗り換えしてたんかな、少々止まってたんですけども、あ、こんな駅もあるのかとか思いながらですね、このロングシートの席ですけれどもね、もう向かいの窓のそこからね景色を眺めたりとか、一両目に行ってね、こんな感じで先頭車両で、まあ、運転手さんの後ろに立ってですね、全面展望してみたりとかね、していました。まあ、非常にねいろんな楽しみ方あると思うんですけども、第一にね、まあ、せっかく初めて通る区間でしたら景色を眺めながらね旅行するのが一番いいんじゃないかなというふうに僕は思います。はい、こちら五条駅に到着いたしました。またね乗り換えでございますが、こちらの五条駅も奈良県でございます。でこちらね、僕はあの左手の列車で来たわけですけども、向かいのホームにですね和歌山駅が来ます。これが20駅ほどですね、2時間ぐらいまたね和歌山に向けての旅がスタートするわけですけれども、普通に暮らしてたらねこんなところ来ないような駅っていうのにね訪れることができていて非常に嬉しいですね。それは、はい、まあ、この辺で住んでる人がいるのは事実なんですけど、この辺のね駅を普段から利用してるって人ももちろんいる中でですね、僕には全く縁がなかったわけですから、まあ、そういう駅にね連れて行ってくれるっていうこの鉄道の素晴らしさとね、それからまたこの大回り乗車の何ですか裏技を使ってここに来れてるっていうところに感謝ですね。僕はね今この五条という駅にいて、でね今からこの和歌山線をさらに南下していきまして、終点の和歌山にね行きたいんですけれども、まだね列車が来ていませんので、ちょっとこのね外のベンチで座るのも暑いということで、向かいのね列車もまだ全然出発しないので、この列車の中でね涼しい車内でゆっくりしておいて、出発する時になったらまた慌ててね、列車から出まして、再びこの和歌山行きのね列車が来るのを待つというその作戦で行きたいと思います。景色を楽しむとはいえね、同じような田舎道がずっと続いてたので、まあボートするのもさすがに大変だったということで、 Amazon プライムにねダウンロードしておりました映画ドラえもんなんかも楽しみながらやってきました。ということで今6時半ですね、夜の6時半ですけれども和歌山に到着いたしました。もうねこちらの列車大阪行きなんですけれども、これにね乗るだけでございます。はい、紀州路快速でねもうその大阪環状線に入ってくるやつですけれども、ようやくね広が見えてきたと、そういう感じでございますが、その前にまずねこちらの和歌山駅のご案内なんですけど、ここはね以前白浜旅行に来た時にね一回使いましたね。ただねなんかその和歌山っていうね県名をね象徴する駅なんけど、まあそんなに大きいわけじゃないですね。で、あのこのホームに来るのにね一回改札を通る必要があったんで、中間改札、あのインターホンでね駅員さんに言って大回り乗車してるんですけどって言ったらね通してくれました。これでねもうあとは大阪環状線直通ですので、帰るだけでございます。今ここは天王寺あたりでですね、奥にあべのハルカスが見えてますけど、まあ、このままね大阪環状線に入って、まあ、大阪で乗り換えてと思ってたんですけどね、まあ、それもまたぬるいなということで京橋にこのまま行ってですね、この大阪をスルーしてですね大阪東線に乗り換えてから新大阪に行って岸辺に向かうことにしました。はい、というわけで誰がどう見てもねここは京橋駅なんですけれども、京橋駅でですね、学研都市線に乗り換えて市議野に行って、市議野から大阪東線でね新大阪に行こうと思います。やっぱりね大回り乗車というからにはねそのまま直接大阪駅から行けてたんですけど、岸辺まで、まあ、遠回りしていこうかということでですね、わざわざこういうルートを選んでおります。これでもね同じ料金っていうのが本当になんか罪悪感というか、なんかこのスリルがね、いいですよね大回り乗車。こちらの市議野という駅でですね大阪東線に乗り換えるんですけども、やってきた列車はね大阪行きなので、まあ、僕はこのまま大阪に行ってしまうとですね先ほど大阪通りましたのでこの経路が重なってしまうということで大回り乗車のルールとしてアウトになるんですけど、今ねこの通過している東淀川という駅はですね僕は今新大阪に行っててね新大阪で乗り換えて岸辺に向かうんですけど、岸辺に行くときにこの東淀川をね通過するんですよ。これどうなのってことなんですけど、僕が今乗ってる大阪東線のねこの南吹田駅を例に話すんですけど、南吹田駅ね大阪東線とこれ表示されてるんですけど、東淀川駅ね Google マップで見て
てみると、これ東海道山陽本線とだけ書かれてるんですよ。なのでね、大阪東線の路線ではないということでね、この南吹田から新大阪間にね、東淀川と、ね、表示されていない、つまりね、これ通過していないね扱いになるということで、まあ、全く別の路線だということでね、これマップ見てみるとね、東淀川がね、この新大阪までの間に入ってるんですけど、セーフらしいです。はい、新大阪駅到着いたしました。新大阪駅はね、こんな感じで駅マルシェっていうのがあって、こんな感じですごいね、駅構内で食事ができる施設がいっぱいあるんですよ。いや、ほんとね、山ほど食べる選択肢があるんですけれども、ほんと和歌山線とかと比べ物にならないくらいね、駅構内が充実してますよね。昼もね、ちゃんぽんっていう麺食べましたけど、このなにわそばっていうところね、ちょっと食べてみたいと思います。駅そばなんか言うじゃないですか、よく。まあ、ただ昼のちゃんぽんはね、中華麺だったんで、これはそばということで全く違うものだとして食べたいと思いますけれども、これなにわかしわそばというものでございます。いただきます。いや、引くほどうまかったですね。やっぱね、この駅の構内で食べるもんですから、多少知れてるやろなと思ってたんですけど、いやずっと今日ね、電車乗ってたその疲れみたいなのも全て吹き飛ばしてくれ、めちゃくちゃ美味しかったんで、新大阪に立ち寄られた際はぜひおすすめです。ではついにね、京都方面に戻りたいと思います。これでね、岸辺に戻るだけです。ということで、岸辺駅に到着いたしました。僕のこの切符でね、無事改札に通れるのでしょうか。行けました。今の時刻午後9時半とかなんで、もうね、隣の千里丘からずっと大回りしてきて、14時間ね、電車に乗り続けて岸辺駅に到着いたしました。これでかかった金額はなんと140円だけ。ほんとこんなことやっていいのって感じなんですけど、まあみんなやってるんでね、鉄オタとかは。僕はね、初めての挑戦だったんですけれども、非常に楽しかったです。なんか暇さえあれば乗ってみたいですね。なんか卒論とか電車で書こうかな。家だったら勉強とかちょっと誘惑に負けて集中できないという人も、なんか冷房の効いた車内だったらね、もしかしたら集中できるかもしれないんで、受験勉強とかにもね、大回り乗車おすすめできるんじゃないかな。この前のね、青春18切符で大阪から東京に行った時よりもなんか疲れてないですね。体が慣れたのか、それともやっぱ知ってる路線というか、やっぱ関西なんでね、 JR 西なんで、まあ、ある程度知ってるっていうところなんでしょうか、わからないですけど、まあでもなんか大阪から東京でね、普通列車行った時ちょっともういいかなと思ったんですよ。ちょっとしんどいかなと思ったんですけど、案外やっぱね、電車って快適に作られてるんで、そう思うともう一回ぐらいね、東京大阪で普通列車の旅してもいいかもなって、そういう風に思いました。これは気が狂ってるんでしょうか、僕の。今日はよく考えたら3食全部駅の中で食べてね、でずっと冷房の効いた部屋にいたわけですから、何だったんですかね、今日の一日は。今日一日何してたって言われたら電車乗ってたですからね、僕。でここからも完全におまけなんですけど、せっかくね、岸辺駅に来たので、この極楽湯に入りたいと思います。いや本当にね、快適に過ごさせていただいて、疲れなんて全くないんですけれども、このね、極楽湯っていう、せっかくなんでね、岸辺駅の近くにあります、極楽湯吹田店ですね、スーパー銭湯なんですけれども、結構ね、充実してまして、これ結構いいんですよ。ということでね、まあ今日はこの極楽湯に使って、まあ旅の疲れてないですけど癒しましたら帰りたいと思います。いやー最高でした。これね、中庭なんですけど、僕も初めて来てね、極楽の湯の中庭でございます。2時間ぐらいかれこれ入ってましたね。サウナも3セット行って、サウナも3セット言うけど、長くないっすよ、そんな6分ぐらいやって整いました。はい、全種類ね、もうお風呂も入ってね、最高でした。いろんな種類あるんでね、すごくおすすめなんですけど、あの温泉じゃないかな、銭湯やと思いますけど、はい、気持ちよかったな。帰りコンビニでアイスでも買って、今日一日最高の一日にしようかな。僕はね、アイスはこれが一番好きです。ビスケットサンド、いただきます。うん、うまい。